さてと、今回の仕事もこれで終わり。船に戻らなくちゃ。なんだろう、向かいまでまだ時間がある。行ってみよう。何？人だ。空から人が降りて。気がついてよかった。空から降りてきたんだもん。すっごく驚いたよ。あれは何かの魔術なの？覚えてないの？あなた空から降りてきたのよ。そう、光。ともかく気がついてよかった。まるで眠ってしまったような状態だったもの。ここは、私はカノンの、カノンのグラスバレー。あなたは？いい名前ね。とりあえずここは危険だから山を降りましょう。これは光の幾何学場だよ。自分にセーブを行うには丸ボタン。ボタンを押してもら、あっちゃー、どうしてくれそうに。そうみたい。じゃあ一緒に戦おう。じゃあ行くよ。ほらほら、かかってこい。でやっさー、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 はっ、やっさー。楽勝楽勝。大丈夫だ。あ、そろそろ船が到着する時間。少し急ぐこと。船に乗ったら、そう、え、自分の、それじゃあどうすればいいかな。とりあえず船までおいでよ。それから一緒に考えるから、行こう。
あともうすぐさ。ほらほらかかってこい。てりゃたってりゃけ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 。てりゃてりゃたってりゃけ。ファーストエイド。よし、次か。いつもはこの道をまっすぐ行くんだけど、今回はそこの。あれ？まだ船が到着してない。私たちの方が先だったかな？ねえ、ひょっとしたらあなたは記憶喪失なのかもしれないね。何か原因があってそういう状態になっているんじゃないかな。うん、今は無理に思い出そうとしない。あなたが良ければこれからどうしていけばいいかを一緒に考えるよ。